にちは。この動画をご覧いただきありがとうございます。前回ですね、 G9-2 で撮影をしましたスローモーション動画をアップしておりますけども、今日はですね、この G9-2 でですね、スローモーション動画を撮ろうと題して、話をしたいと思います。G9-2 というのは、大変ですね、動画撮影がですね、動画撮影の機能が充実した機種ですね。野鳥撮影の立場から言いますと、スローモーション動画ですね、これが大変撮りやすくなっております。スロー&クイックというですね、専用のダイヤルができておりまして、スローモーションとかクイックモーションの動画がですね、撮影しやすくなっております。普通はですね、動画の編集ソフトですね、これで、スローモーション化したりするんですが、このカメラでですね、撮影することでそのまま、スローモーション化できますので、まあ最近のカメラというのはほとんどそういうふうになってはいるんですが、まあそういうことで撮影すること自体で、スローモーションにすることができますので、大変便利だなというふうに思います。それでは私の顔出しはですね、いつものようにここで終わりまして、あとは音声で話を進めさせていただきますので、よろしくお願いします。今日はですね、次のような順番で話を進めたいと思います。まずスローモーションとクイックモーション、次に G9-2 のスローモーションの紹介、フレームレートとオートフォーカス撮影、マニュアルフォーカスでの撮影のコツ、それから編集ソフトによるスローモーション化、撮影例の紹介、こういう内容でですね、話を進めたいと思います。ではスローモーションとクイックモーションです。テキストを見ていただきたいんですが、次のようにですね、表してみましたのでご覧いただければと思います。簡単にですね、スローモーションとクイックモーションの原理をですね、説明しておきたいと思います。通常動画といいますのは、ここにありますように、撮影をですね、30フレームレート 30p ですね、これで、撮影をしますと、再生もですね、同じように30枚、30フレームレートで再生するというのが通常動画ですね。それからスローモーション動画といいますのは、撮影をですね、120fps、秒あたり120枚ですね、まあものすごい数ですが、これで撮影したとしますと、これをですね、再生の時に 30fps、まあ3秒あたり30枚、これで再生をすると。すればですね、これがスローモーションになるんですね。要は短くですね、カットしたものをですね、ゆっくり再生するということになりますので、まあ、スローモーションになるということですね。120枚を 30fps で、スローモーションにしますと、まあ、4倍のこれをスローモーションというふうに言います。時間も4倍になりますね。10秒で撮影したものは、40秒になります。それからクイックモーションですが、例えばですね、撮影を 1fps 秒あたり1枚撮ったものをですね、再生でこれ、30枚 30fps でこれで再生をすると、これがクイックモーションと言いまして、まあ早回し動画ですね、早く動く動画になります。先ほど言いましたように、G9-2 はですね、これをですね、一連の作業でですね、スロー&クイックで撮影をすれば、そのまま、秒あたり、例えば4倍スローでしたら、秒あたりですね、120枚で撮影して、で30枚で再生するようにですね、記録ができるということになります。要は割り付けまで一連でですね、してくれるということになりますね。非常に便利だなというふうに思います。それではですね、次に G9-2 のスローモーションの紹介ということで、どういうふうにですね、使えばいいのか、どういう機能があるのかという話をちょっとしたいと思います。ルミックスでは GH6 と
というものがあるんですが、まあ、これとほぼ同等のですね、スローモーションでも機能が備わっております。ですからかなりですね高度な動画が入っておりますので、パソコンの能力がですね高い必要があるんですね。これはちょっと厄介かなとは思いますが、パソコンの能力が高い必要があります。と言いますのはですね、スローモーションにできるのは MOV の方で撮影をするようになっております。そしてそれがですね10ビットなんですね。昔は8ビットの動画というのもありましたけども、今はみんな10ビットになっております。この10ビットというのはですね、確か私の記憶では Windows の10ではですね、編集ソフトがですね特別なものがないと再生できないかと思いますね。 Windows の11、11ですね、Windows の11ですと、これがですね10ビット動画がですね、中に Windows についているフォトでも再生ができた、できますね。まあ、これもファイル形式によるんですが、というふうになっております。ですから Windows 10の方はですね、Windows 11ですね、これにですねアップをしていただく方が良いと思いますね。その方が、動画の編集にはやりやすくなるかと思います。それから10ビットのですね動画の中にもですねいろいろ種類がありまして、4対2対2とかですね4対2対0というふうにですね、これは色のですね、まあ圧縮率ですねの違いによってこういうふうに分かれてるんですが、私の持ってるパソコンですとね4対2対0ですね、これではないとですね再生できないんですよ。4対2対2の方はですね再生ができないので、私はいつも4対2対0で撮影をしております。これはぜひですね一回試験的に撮影をしてみてですね、自分のパソコンの能力がどういうふうになってるかですねチェックをしていただきたいと思うんですね。4対2対2が再生できるっていうのはかなりですね動画の編集能力の高いパソコンだと思うんですね。まあそういうのを持ってらっしゃる方は羨ましいんですが、一回ですねぜひチェックをしてみていただければと思います。私はちょっと能力低いもんですから4対2対0ですね、これで撮影をしております。それではここでスロー&クイックで撮る際のですね設定のポイントを話しておきたいと思います。まずモードダイヤルをスロー&クイックに合わせます。そしてカメラのメニューでですね、動画の画質ですね、これを決めます。4K にするのかフルハイビジョンにするのかですね、それからフレームレートですね、これらまあ一緒に全部まとまっておりますので、これらを決めます。そのメニューのですね下にですね、スロー&クイック設定というのがあるんですね。ここでですね撮影時のフレームレートですね、これを決めます。4K でしたら最高で、120枚ですね、秒あたり120枚撮れる、120fps があります。そして、FHD でしたら300fps があります。これらをですね選択して決めます。それからですね動画の露出設定というのがあるんですが、まあ絞り優先でもいいんですけども、私はですね、シャッタースピード優先を使うことが多いです。そしてかなりですねシャッタースピードを速くして撮ることが多いですね。1000分の1とかですね、まあ場合によっては1600分の1なんていう時もありますけども、この野鳥の動画を撮るときはそういうふうにして撮っております。次にですねフレームレートとオートフォーカスの撮影、ということでその関係をちょっと説明をしておきます。このスロー&クイックでオートフォーカスで撮影できるのはですね 120fps までなんですね。これちょっと注意が必要かと思います。それ以上の場合はマニュアルフォーカスで撮影することになります。
マニュアルフォーカスなのかというふうにですね、驚くかもしれませんが、GH5 なんかのスローモーションというのは、全部マニュアルフォーカスでしたからね。これ慣れればですね、テクニックはありますので、そんな難しくはないです。これは後で、紹介をしますが、ということでオートフォーカスが使えるのは、120fps までになっております。それから野鳥ですからね、動物認識で撮影をしたいかと思うんですが、これが残念ながらですね、60fps までしか対応してないんですね。ですからそれ以上のフレームレートになりますと、動物認識使えませんので、ただ通常のですね、オートフォーカスは使えますので、まあそれほど大きな問題ではないのかなというふうに思います。まあ先々この動物認識でですね、全部撮影ができるようになるとですね、これはありがたいんですけどね、まだこれまでそこまではちょっと時間がかかるのかなというふうに思っています。先ほど話をしましたように、スロー&クイックではですね、 120fps 以上ではですね、マニュアルフォーカスになるんですね。最高で 300fps というですね、10倍のスローモーションが撮れるんですが、どうしてもですね、これはマニュアルフォーカスになるんですが、それが嫌だという方はですね、このスロー&クイックを使わないで、通常の動画の中にですね、FHD のフルハイビジョンのですね、240p というのがあるんですよ。これ探していただければわかるんですが、これがですね、どういうわけか、一点オートフォーカスがね、使えるようになってるんですよ。これはちょっとね、びっくりしましたね。120fps 以上は、オートフォーカス使えないと言いましたけども、それはスロー&クイックの話でして、通常の動画のクリエイティブ動画ですね、この中にですね、一点 AF 一点のオートフォーカスで使えるですね、240p というものがあります。もしマニュアルが嫌だという方はですね、これで撮影をしていただいて、編集ソフトですね、これでスローモーション化するのが良いかなというふうに思います。一応ですね、そういうものがありますので、参考にしていただければと思います。それでは、マニュアルフォーカスですね、マニュアルフォーカスで撮影するコツについて、話をしたいと思います。これはですね、カメラの中にですね、マニュアルフォーカスを助ける機能といいますか、そういうものがあるんですね。これを使うことである程度うまく撮ることができるかと思います。それはですね、3つの機能がありまして、1つがピーキングですね。これはフォーカスが合っている部分をですね、色付きで表示する機能です。それから MF アシストというものがありまして、これは拡大機能ですね。画面を拡大してですね、フォーカスが合ってるかどうかを見やすくするための機能です。それから AF オンボタン、これを使うことでですね、スタート時にフォーカスを合わせることができます。この3つですね、この3つをですね、使えばですね、かなりマニュアルフォーカスの撮影がしやすくなります。これらのですね、3つの機能はですね、それぞれ設定のメニューがありますので、ちょっと簡単にですね、紹介をしておきます。まずピーキングはですね、今画面に出てるかと思うんですが、今画面では薄いですね、水色になってるかと思うんですが、まあ、基本がこの色でなってますね。この色はですね、好きなように変えることができます。ここでですね、細かく設定について、説明をしていますと長くなりますので、あとはですね、取説を見ていただきたいんですが、それから MF のですね、アシストですね、これも設定メニューがあります。画面を見ていただければお分かりかと思うんですが、MF のアシストはですね、どこを操作すればですね、拡大表示をするようにですね、設定をするかというのがですね、決めることができるんですね。私はここに、ありますように、フォーカスリングですね、これを触ると拡大を
するようにしています。それから、オートフォーカスのモードボタンですね、これを押した時にですね、拡大を表示をするように、しております。この2つで、まあ、拡大表示をするといいますか、そういう設定にしております。それから AF オンのボタンなんですが、これはですね、規定でですね、初めから AF オンになっているはずなんですね。ただ他の機能にも変えることができるようになっております。これはですね、ファンクションボタンですね、ファンクションボタンの設定をするところで変えるようになっているんですね。設定の専属の画面はなくて、ファンクションボタンの設定の中で選ぶようになっています。今画面に出ているかと思うんですが、まあ規定がですね、オンになっているはずですので、そのまま使えばいいのではないかと思います。この3つの機能はですね、それぞれバラバラに使うのではなくて、まず MF アシストですね、これで拡大をすればですね、ピーキングのところがですね、ある程度見えるようになりますし、その拡大表示をさせておいて、AF オンボタンですね、これを押せばですね、非常にですね、はっきり、ピントがですね、わかりやすいかと思います。今ちょっと画面を見ていただければ、カルガモをですね、このマニュアルフォーカスで映したものがありますので、ご覧いただければと思います。こういった感じでですね、 MF のアシストで拡大表示をさせて、それからピーキングも見えるかと思うんですが、そうして AF のオンボタンを押してですね、やればですね、撮影をスタートすることができます。まあこんな感じでですね、一度いろいろ試してみていただければと思います。決して難しいことではありませんので、慣れればですね、簡単に撮影することができるかと思います。それから動画の編集ソフトですね、これによるスローモーションの話をちょっとだけしておきたいんですが、いろんな動画の編集ソフトがありまして、私は、ね、それほど難しいソフトは使ってなくて、パワーディレクターっていうのがあるんですが、あれを使っておりまして、あれなんかですと、普通のに撮影したものもですね、スローモーションにできるようになっておりまして、まあ、メーターをいじればですね、パラメーターをいじれば、そのまま速度を変えたりですね、かなりできるようになっております。ソフトによっては、120fps で、撮ったものをですね、30fps で書き出すとか、そういう作業によってスローモーション化するものもあるかと思いますね。これはソフトによっていろいろですね、スローモーション化の手順が違うようですので、それぞれ自分の使ってるですね、編集ソフトをね、よく調べてみていただければと思います。先ほど言いましたように G9-2 の、スロー&クイックで撮影すれば、それはそのままスローモーション、スローモーション化されておりますので、そのまま使うことはできます。またこのスローモーション化したものをですね、ただ私なんかよくやるんですが、このパワーディレクターでしたら、さらにそれで速くしたり遅くしたり、この音楽に合わせてですね、そういった調整も可能ですね。長さの指定もできますので、そういう意味では自分の編集ソフトですね、これをよく、見ていただきたいと思います。ご自分が使っている編集ソフトですね、スローモーションをチェックしていただければと思います。それでは次、最後にですね、少し最近撮影した撮影例をですね、映しますので、ご覧いただければと思います。これは300fps、フルハイビジョンですが、それで撮影をしたものです。撮影する前にですね、 AF オンボタンを1回だけ押してですね、ピントを合わせて、それから撮影したものなんですね。これの目白ですね、目白がですね、木の上の方にいたですね、目白が何かですね、飛びジャンプして、なんか作業してるもんですから、私も慌ててですね、これ撮影したものなんですが、目白がですね、空中に飛んでるいろんな虫ですね、これを捕食するんですね。これはびっくりしましたね。
こういったものをですね、撮影することができます。まあ、前後、まあ、50センチぐらい、まあ、1メートルぐらいも、ピント精度は OK かと思うんですが、こんな撮影ができますね。まあ、参考にしていただければと思います。以上がですね、今日の G92 でスローモーション動画を撮ろうということになります。動画というとですね、少し敷居が高いように思えますけれども、慣れればですね、写真と同じようにですね、撮影することができます。特にスローモーションの場合は手持ちで撮影をしてもですね、違和感なく撮影できます。通常の動画よりはスローモーションの方がですね、手持ちで撮影がしやすいかと思いますので、ぜひ撮っていただければと思います。それからスローモーションで撮ることでですね、野鳥のいろいろなですね、姿というものをですね、捉えることができるかと思います。面白いですね、アクションだとか、仕草とかですね、そういうものもですね、ゆっくりですね、見る鑑賞できるような動画がですね、撮れるかと思います。ぜひ、撮影をしてみていただければと思います。本日は以上で終わります。撮影を楽しみましょう。